はい、今回は、悲しいお知らせ、悲しい選手を紹介しましょうか。残念です。フェリペ・コーチーニョさん、ワールドカップ落選しました。まあね、去年シーズン途中にバルセロナか、それこそバルセロナからアストンビラに移籍してきて、滑り出し良かったですよね。まあジェラーとかも信頼されて。で、今シーズンやっぱチームの調子が悪くて、プラス、怪我っていうこともね、あって、全然試合に出れなくて。で、案の定セレソンから外れましたね。まあ、これは仕方がないかな、という感じですよね。まあ、試合に行ってないし、現在大怪我っていうね、なんやろ。なんか靭帯痛めたのかわかんないですけど、完全にちょっとね、当面は戻れないような怪我ですよね。まあね、そこはまあ仕方がないかな、という感じがしますけどね。まあ、フィルミノが外れたのが意外でしたけど。で、このコーチニョの代わりに選ばれたのが、フラメンゴの校長のね、誰かなんですよね。名前もわからへんな、まあでもブラジル国内ではまあ、スーパースターなんでしょうね。まあそのフラメンゴ優勝させてるぐらいですから、コパ・リベルタドーレス杯、言いにくいってやるな。で、だからフィルミノの代わりも多分フラメンゴのフォワードですよね。確かね。名前忘れ、知りませんけども。いやー、この人もね、何歳なの？コーチニョってそもそも。92年か30歳か。次のワールドカップ、まあ、ギリ狙えんこともないけど、セレッソン考えると厳しいかな。競争率半端ないんで、難しいよね。プラス、このコーチーニョってね、使いどころ難しいんですよね、現代サッカーの中では。でもこれ見て、トータル93ってえぐない？スタミナ17、そんなないやろって話だけど。これえぐいよね、冷静に考えたら。テクニック19。まあ、使いどころ難しいんですよね。いわゆるね、インサイドハーフにしてはね、守備力がもちろんないんですよ。433のね。だから、4231の1のところが一番適正だと思うんですけど、まあ、あとはサイドとかね。まあ、でもサイドでは突破するタイプじゃないんでね、起点になるタイプ、家長タイプなんでね、まあ、現代サッカーの中で非常に難しい立ち位置かなと思いますね。この手の選手はね、やっぱり。前回はね、ロシアワールドカップでは多分スタメン出て何ゴールか決めてますけど、まあね、復活するかなと思われたんですけども、まあ、怪我かな、怪我の方がでかいかな。まあ残念ということで。